にちは。今日はローガンのお友達のレストランにランチを食べに来ています。それでランチセットを頼みました。ここのお店は結構美味しいので楽しみです。で今日の予定はこれからここでご飯を食べて、でローガンのおばあちゃん家にみんなで遊びに行きたいと思います。炭酸のリプトンアイスティーと、おかわり自由な無料のパンです。バターはおいしいので、なんか人によってはバターを塗って塩をかけて食べる人も多いです。いただきます。前菜のクロケット、パルメザントルフ、クロケットパルメザントルフが来ました。クロケットってこういうコロッケのもので、ベルギーの定番の前菜で、チーズのコロッケとかちっちゃいエビ、ベルギーの名産品というかちっちゃいエビのコロッケとかがどのレストランにもあります。子供の椅子、こんなおしゃれな椅子でした。ゆまちゃんもご飯食べてます。何食べてるの？デザートのフルーツスムージーをスプーンでちょっとずつ食べています。ちなみにせっかく会いに来たのに友達はなんか無断遅刻、もしかしたら二日酔いで来れてないみたいで、お店に来てないみたいです。はい、メインはアメリカにしました。生肉のこういうタルタルで、ここにこういうケッパーだとか、ピクルスだとかを混ぜて調理しながら食べます。このアメリカの付け合わせは必ずポテトがついてきます。ナプティ。デザートは私はティラミス、でかでクッキーかスペキュロスが選べてこれ気にしました。でこれはローガンのパンナコッタな、めっちゃでかい。ご飯食べ終わったので、ちょっとこの辺いろいろお店があるのでプラプラして行きたいと思います。まずはこの子供のお店から、キッズのキッズ用品のお店から。結局こういうおもちゃを買いました。なんかちょっといい良質なおもちゃを売ってるようなおもちゃ屋さんで、なんか木でできたおもちゃとか、リリプションっていうやつとか、ブランドのおもちゃがたくさんあって、その中でこの音が鳴るおもちゃを買ってみました。これもなんか木でできてて、どんなおもちゃが楽しみです。
Attends. Sa, sa blouse toute mouillée ici. Ah oui, ça me la joie avec moi. Tu viens pour ta carte ici. Ouais. Ouais, t'as ici comme ça, il y a un moment. Parce que là-bas, tu n'emploies pas. De temps en temps, je vous dirai un peu d'argent. Ouais, occasionnellement. Ça va, je dis. まあ、ローガンのおばあちゃん家に行ってきて帰り道です。ちょっとエマちゃんもって感じで寝てしまったので帰ってきています。で、今日はもう夜ご飯ゆっくり食べてパソコンやったりとかしてゆっくりしたいと思います。それでは今回も動画を見てくださってありがとうございました。